皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは大分県のおすすめスポット5選観光名所編になります。ウォンクポケットでは各地の魅力を知るをテーマに世界中の知るを様々な視点から発信していきます。ぜひチャンネル登録を忘れずにお願いします。では早速本編に入りましょう。まずはじめにご紹介するのはここ別府温泉になります。大分といえば言わずと知れた観光名所となっている別府温泉街、7つの温泉噴出口を巡る地獄巡りが有名です。泉質が異なり、血のように赤い血の池地獄や海のように青い海地獄、間欠泉を見ることのできる竜巻地獄など、それぞれ違った魅力があります。また別府の町の至る所から湯煙が立ち上り、湯煙展望台から眺める景色は日本夜景遺産にも選ばれています。地獄を巡り温泉に入った後はぜひ地獄蒸しプリンなどもお忘れなく。次にご紹介するのはアフリカンサファリになります。山岳、草原、岩場、林間、水辺、砂場、この6つの環境を組み合わせてそれぞれの生息環境を再現したエリアの中に動物たちが自由に暮らす姿をジャングルバスや自分の車から見ることができる動物園。園内には約100種類以上の動物たちが生息しています。特に自家用車で園内を回るコースでは動物たちを間近で見ることができて迫力満点。またふれあいゾーンではカンガルーやウサギなどの動物たちと実際に触れ合うこともできます。次にご紹介するのは由布院になります。標高が高く比較的夏場も涼しいことから九州の軽井沢とも言われ、避暑地としても知られる場所です。源泉数が全国2位を誇る温泉をはじめ、由布岳や朝霧で有名な金鱗湖、お土産屋さんが立ち並ぶ湯の坪街道やジブリを感じるフローラルビレッジなど、訪れる人を魅了する観光地が多くある温泉街です。日本三大奇勝、日本新三景の一つで知られる耶馬渓、大分を代表する景勝地の一つとして知られています。火山活動によってできた大地が浸食されることによってできた奇岩が連なった景色は圧巻です。季節によって様々な景色を楽しむことができるので、四季の渓谷の姿を収めにぜひ訪れたい場所です。そして最後にご紹介するのがここの夢大吊り橋になります。日本一の高さを誇る歩行者専用の橋で、標高777メートルの山間に架けられた大吊り橋は360度のパノラマの絶景を楽しむことができます。目の前には日本の滝100選にも選ばれた神童の滝を見ることができ、足元には筑後川の源流域を流れる鳴子川渓谷の源泉林が広がります。また紅葉の季節では色鮮やかな景色を吊り橋の上から堪能することができます。ということで今回は大分の5つの観光名所をご紹介させていただきました。次回は長崎県の観光名所をご紹介します。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。またウォンクポケットのインスタグラムでは先行して各地の情報を発信しているので、ぜひそちらのフォローもお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。